スタートしました JA 全農岩手協賛ジャパンジョッキーズカップ第一戦です先行争いですまずは上がってまいりますのはアテスト福永雄一がいきますが内から一番月のピラミッド山口勲間を進んで3番レーザースマイル内田裕之間庭師翔1メーターを通過して桑原正明有有藤田浩二です前後頭その後ろ2場審さ黒い帽子銀座ジャーナと山本氏や外並んで7番トークフェアリークリストフルメール2場審査10番のエディション矢野孝幸でゴールまで800を通過後方勢ですがスタチュート佐藤智則うち並んでトップシーン長森太一 しんがりからいきます9番ゴールドグリッター戸崎啓ーターもう1頭いた8番のワンサイドストーリー下原治第3コーナー600を通過34コーナー入りますチームウエストキャプテンの山口勲先頭です月のピラミッドが先頭に立っている並んできたのはチーム JRA のキャプテン内田博之さあレイザースマイル並んでその後ろ400を通過4番マニワショイはチームイーストの桑村正明キャプテンの山本俊哉もおります銀座ジャンヌ4コーナーから直線構成先頭はレイザースマイル内田博之に変わったレイザースマイル内田宏行に百を通過 その後ろ,さあその後ろチームイーストのキャプテンの山本俊哉がやってくる外からグイグイとやってきたのがこれがトークフィアリークリストフルメールクリストフルメールやってくる内田弘之クリストフルメール先頭はレイザースマイルゴーリ2番手がクリストフルメールとトークフィアリー最後の最後内をついてエディション矢野孝之伸びましたチーム JRA ワンツー勝ったのはレイザースマイル内田弘之 キャプテン決めました続いて東北フェアリークリストフルメール混戦の最内をついたのはチームイースト矢野孝幸でした矢野孝幸そしてキャプテンの山本俊也も外にいます銀座ジャンヌ勝ったのは3番レイザースマイル内田博之チーム JRA 続いて同じチーム JRA クリストフルメール東北フェアリーです 3番手はチームイースト矢野孝之エディションチームイーストキャプテンの山本俊也が4番手に入りましたこれは銀座ジャンヌそして6番のアテスト福永雄一チーム JRA さらにはトップシーン長森太一と続いておりましたチーム JRA がまずは上位に入っています7レース資料お買い求めの勝ち馬投票権は着順払い戻し金確定までお捨てになりますようご注意ください